皆さんこんにちは、星川幹弘です。今日は自分の一番得意な球種ドロップについて細かく解説していきたいと思います。まずは握りと、次にセット、最後にリリース、その3つでやっていきたいと思います。まずは握りについてです。握りはこの逆C かな、これをに指を2本揃えて、縫い目の奥側にしっかりかけて、こっちもしっかりまっすぐに軸になるようにかけてます。で、特にここの指で支えて安定感を持たすっていうのも一つのいい、だからいいことかもしれないです。はい、こんな感じです。で、日によってたまに軸、回転の軸がぶれたりするので、それでここの縫い目の位置をこうやってずらして自分の一番今日落ちる回転軸に変えたりするのもおすすめです。次にセットです。セットで意識していることは、セットの時はもう重心を高くすることを意識してます。例えばこうやって足を大きく広げてしまうと、やっぱ重心は落ちてしまうので、こうスタートしてしまうとこの重心低いままでいってしまうっていうイメージがあるので、最初のセットはもうプレートの本当にプレートちょうど両足踏むぐらいピタッてくっつけて、一番右端を踏んでます。あとはセットもなんですけども、セットもここにセットして、もう最初から重心を上げて、もう基本的に全部重心を高くしてセットしてます。最初から重心高くすることで、着地の時に膝を曲げたとしても上からリリース、投げ下ろす、やっぱドロップっていうのは投げ下ろすっていうのが角度つけるっていうのはやっぱ基本やと思うので、そういったところにつながってると思います。次はリリースについてです。自分は皆さんリリースの時に、トップとかで作る時、横を向けってみんな言われると思うんですけど、自分の中での横っていうのは上半身が横を向いてることを横って思ってて、リリースの時の骨盤の角度っていうのは自分の中で45度、なんならほぼ前ぐらいのイメージで踏み出してて、その時にこの上半身がこのしっかり横向けとったら自分の中では横向けてるっていう判断になるんですけど、どうしてもこういう風にこのタイミングでリリースしまうと、こことここではリリースのポイントってだいぶ変わってきますよね。で、ここのやっぱこの長さが、このここの距離がやっぱりドロップのスピンの量とかにも影響してくるし、昔松田さんに教えてもらったんですけど、このこっからここまで長く使えと、長く使うためにはどうしたらいいかって自分の中で考えた結果、こういうことに至りました。で、特にその後リリースの時に、特にこのブラッシングの時に意識しているのが、ボール のこの奥側を離してたのを聞いたんですけど、昔なんかダルビッシュの動画を見て、こっちの崖に捕まるこの奥側の変化球の時は、それを最近すごく意識して投げてます。軽く投げていきます。この時もほぼ骨盤はほんまに前向けて、やっぱ地面の力もらおうと思ったら、この状態だと地面の力ってもらえないんですよ。やっぱりこの骨盤が前向いていないと、やっぱ地面の力ってもらえないんで、本当にトップ作ってリリースまではこの地面の力をもらって単発で投げてるっていうイメージが強いです。ドロップって綺麗な縦回転もいいんですけど、やっぱ横のちょっとシュート回転とかスライダー回転してもやっぱ打ちにくいと思うんで、そういうのなんか自分の中の武器にするのも一ついいかもしれないですね。
自分の中で今日ドロップ落ちてないなと思ったらやっぱ大体の原因が頭が突っ込んでることが多いので、そういう時はもう自分が思ってるより半歩から一歩、その日によって手前を踏むっていうのを意識してます。手前を踏むと重心っていうのはおのずと上がってくるので、腰の位置を高くするためにどうするかっていうのを考えたりします。あとは投げる時のキャッチャーに向かってのイメージなんですけど、こう自分の中で黄色い線、ボールの黄色い線をキャッチャーミットに向かけて、この自分のドロップが落ちる軌道を作ってセットに入ってます。でリリースの時にそのセットの、なんていうかな、リリースした時にそのキャッチャー、その黄色い線の中に乗せるイメージで自分はのコントロールとかをしてます。今日ドロップどうでしたか？自分の一番得意な球なので皆さんの参考になれば嬉しいです。もし他の球種が気になる方はコメント欄にお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。ヒヤキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy softball.